2ハイブリッド法の模式図2ハイブリッド法とは、タンパク質乾燥互作用や、タンパク質 DNA 乾燥互作用を調べる手法の一つ。質が酵母、サッカロミセスセラビシを用いた、イースト2ハイブリッドシステムが最初に構築された。生物種を酵母から大腸菌に変えたり、ギャル4の代わりに、レクサを用いる、ラスシグナル経路を用いる。 など様々な改変型手法がある。現法では転写活性化因子であるギャル4タンパク質の DNA 結合ドメインとアクティベータドメインが分離可能であることを利用している。ギャル4の DNA 結合ドメインは和 a s と呼ばれる塩基配列に結合するという機能を持つ。一方、酸性アミノ酸に富んだカルボキシルマッタンのアクティベータドメインは転写因子の解放を促進し、 転写を促進する機能を持つ。ここでギャル 4DBD と2位のタンパク質 A を融合タンパク質として発現させ、同時に同じ細胞内でアクティベータドメインとタンパク質 B を融合タンパク質として発現させる。タンパク質 A とタンパク質 B が相互作用しないなら DNA 結合ドメインと転写活性化ドメインは近接せず、タンパク質 A とタンパク質 B が 相互作用をするなら、ギャル 4DNA 結合ドメインとアクティベータドメインが近接することになる。後者の時、ワスグを上流に持つレポーター遺伝子が酵母細胞に導入されていれば、その発現量が上昇し、これによって、タンパク質 A とタンパク質 B の相互作用の有無、あるいは強度を検定できる。このようにして2種のタンパク質間の相互作用や、さらには、 相互作用に関わるドメインの推測、また重要なアミノ酸の検討などを行うことができる。魚釣りに見立てて、ギャル 4DBD 融合タンパク質を、ベート AD 融合タンパク質をプレイと呼ぶ。インビトロで純粋に2種のタンパク質のみ存在する条件下で相互作用を検討する場合に比べ、真核生物の細胞を用いることはより生体内に近い条件と考えられる。 しかし、偽陽性も多く見られ、免疫沈降法や、プルダウン発生など他の手法も用いて検討する、必要がある。一方で、一度に多数の検定を行うことができるため、スクリーニングに用いられることが多い。2ハイブリッドスクリーニングでは、タンパク質 B のソースとして発言ライブラリーを用いる。つまり興味ある遺伝子産物を A とし、その相方を求めて、 ライブラリーをスクリーニングし、新規のタンパク質を探索することが広く行われた。さらに規模を拡大して、ある生物種における、ある一群のタンパク質あるいは、全タンパク質を A とし、タンパク質間相互作用のネットワークを描き出すような、試みもなされている。このような作業は、ポストゲノムシークエンスと呼ばれる20世紀末から21世紀前半にかけての時代に、 プロテオーム解析などと呼ばれることとなる。ありがとうございます。